皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、綺麗なのに売れないホームページが抱えている3つの改善点についてお伝えしていきたいと思います。ホームページの添削をしているとですね、いろいろなケースのホームページに出会うわけですよね。で、当然添削をするということは改善点があるというか、売れてない、集客ができていないので、見てほしいということに当然なるわけですよね。で、それを見ている、たくさんたくさん見ているとですね、大体共通点がある、あるんですよ。で、しかも今回のテーマは綺麗なのにという枕言葉がついてます。綺麗なホームページであれば、本来はそれだけでも売れていく可能性が高いんですよ。ビジュアル的に見てて、あ、綺麗だな、いいな、これ行きたいとか買いたいとかってなる可能性がすごく高いので、本来は集客しやすいんですよ。綺麗なホームページって、綺麗なっていうのはどういうことかっていうと、例えばデザインがすごく素敵、写真がとっても綺麗とか、そういう意味が綺麗なっていう意味です。よくありがちな話が、業者さんに作ってもらって売れてませんみたいなご相談のケース、綺麗なホームページなんです。で、一方で あんまり綺麗じゃない、素人臭いような、ちょっと今一つなものでも売れてるページは売れてるんです。これって事実なんですよ。で、どこが違うのかっていうのをちゃんと把握する必要があって、その違いがわからないと、その業者さんに頼んだその業者さんは悪くないんですよ。基本的に何が悪いかっていうと、その業者さんに自分の事業の内容をきちんと伝えきってない、頼んだ依頼主、あなたご自身が悪いんです。基本的に悪いって言っても、当然何を伝えるべきかを知らないから、知らなかったっていうのが正解なんだと思うんですけれども、綺麗なホームページで売れないからといって、それは制作した側の責任ではなく、発注した側の責任の方が大きいです、どちらかっていうとね。で、その観点で今日のお話をねしていきたいなというふうに思います。はい、それでは本題に入ります。綺麗だけど売れていないホームページが抱えている3つの問題点というか改善点、課題点があるので、先にこれをお伝えして、その内容を解説していきたいと思います。まず1つ目が、文章が分かりにくい、文章が分かりにくいです。2つ目、見る人の感情への配慮が少ない。3つ目、自分の思いを語っていない。はい。で、こんな感じでちょっとね、今日はお話をしていこうかなと思います。まず一つ目の文章が分かりにくいっていうのは、女性か男性かっていう話で言うと、女性の方が割とそういう文章を書きがちな人が多いです。特徴としては、一文がすごく長い。句読点でつないでいって、何度も話の内容が転換するだいたいね 4,50 文字ぐらいで一旦区切ってもらう方が読みやすいんですけど、200文字近く句読点でつないでいって、要は要点が何だかよく分かんなくなっちゃうみたいな、そういう長文で分かりにくい文章を書く方が多いのと、あと構造として上から下までのその長さの中でですね、話が何度も行ったり来たりとかしてしまって、要は何を伝えたいのかわからない、迷路状態になっているような文章を書くタイプの人がいます。なので、この文章が分かりにくいっていうのは、訓練でどうにかすることができます。ある程度構文ってあるんですよ。分かりやすい、伝わりやすい、一般的に言うと起承転結とかって
いう言葉がありますし、私の方でクライアントさんによく推奨しているのが、神田正則さんっていう方が提唱しているパソナの法則っていうのがあって、そちらの構文に沿って書いていくと、割と伝わりやすい文章になるっていうことですね。だからそこに当てはめて書いていくっていうのは、最初は訓練でやるといいかなと思います。特に分かりにくい文章の人、結局 分かりにくいっていうことはですね、読み手が分からないことになるから、当たり前なんですけど伝わらないので申し込み入らないですよね。で、さらにもっと良くないのが、分からないから、読み手の方はストレスたまりますよね。言ってることがわからないから。だから頭をすごく使うから、読むのをやめる、離脱するっていう、そんな感じです。だから綺麗なホームページだから、一旦飛んできて、さて見てみようかなって読み始めると、言ってることがよくわかんないってなると、そのお客様は無言でホームページから去っていくので、どれだけわかりやすく伝えるかっていうのがまずポイントになるので、1つ目の文章が分かりにくいっていうのは、売れないホームページの1つの大きな特徴ではあります。はい。2つ目、見る人への感情の配慮が少ないということですね。これ具体的に言うと、どういうことかっていうと、見る人、要は例えばどこかから飛んできたりとか、ブログから飛んできたりとか、いろんな事情はあると思うんですけれども、その見る人がどういう感情になっているかっていうことに沿って文章って書いていく必要があるんですね。で、添削をしてて、感情の配慮が少ないなっていうふうに感じる文章の特徴で、売り込み色が強い言葉をたくさん書いているタイプの人です。ご本人は売り込みって思ってないんですよ、ご本人はね。だけれども、自分の例えば教室のレッスンの特徴とか、いろいろあるじゃないですか、それぞれに教室のね。で、それを例えば、うちはこういうところで、立地はこうで、私はこんな資格を持っていて、なんとかで、特徴があるじゃないですか。で、特徴が随所にたくさんページの中にいっぱい出てくるとですね、もうお腹いっぱいっていう感じで、よくあるじゃないですか。ブティック、お洋服ね、売ってるところで、私もあんまり得意じゃないんですけど、自分である程度探したいわけですよ。どれにしようかなと思って。で、アドバイス欲しい時だけ、私この色とこの色を迷ってるんですけど、どうですかねとか、私にどっちが合いますかねとか、昨今のトレンドどんな感じですかねとか、そういうの聞いたりしたい時だけそばに来てほしいんですよね。こう後ろでずっと見てたりとか、ちょっと手に取った瞬間に、ご試着もできますね、どうぞとか言われると、なんかすっごいこう見られてる感、なんか戻せないみたいな感じのプレッシャーを感じるので、あんまり人がついてくるところの、ブティックはね、私あんまり行かないんですよね。自分で勝手に選んで、必要な時だけ、これはどうですかみたいなのを聞くのを、こちらがこうでって言ってくれるところに行きたい。この経験はね、割と多いと思うんですよ。ぞろぞろついてこられると結構辛いみたいな感じ。なんで、これウェブサイトでも一緒で、自分が聞きたいことを聞こうとしてるところのタイミングがいいところにその答えが書いてあるのが理想なんですよ。だけど特に聞いてもいないのに、いや私のところはね、こういうふうなお客様が多くてとかっていうのを、例えば、ホームページがベラベラ喋ったとするじゃないですか。そうするとなんかうんざりみたいな感じになっちゃうので、結果離脱します。なので、そのおそらくご本人が書いてないにしてもですよ、その業者さんがその特徴ですごく分かりやすくガン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 いっぱい書いたのかもしれないんですけれども、基本読者は自分で判断をしたいんです。だから材料があればいいんだけれども、そのポイントになる場所に書いてある必要はあるんだけど、
散らばっていっぱい書いてあると、なんかずっともうとにかくいいから来てくださいみたいな雰囲気を感じてしまうと辛いなと思って離脱するっていうことになるので、その読んでいる人、見ている人への感情の配慮が少ない文章の書き方になっていると、やっぱり離脱されるから当然申し込みが入らないというケースもある。これ2番目です。で、3番目は、自分の思いを語ってないっていう、それ何っていう感じなんですけど、文章が苦手な人は割とそこ多いんですけれども、要はですね、商品とかサービスを買う場合っていうのが、その商品のもちろん素晴らしさで買うケースもあります。圧倒的に他には売ってなくて、もうそこでしかない素晴らしいものだったりすれば、当然それを買うっていうのはありなんですけれども、最近の事情で言うと、商品そのもののクオリティってなんか揃ってきちゃってるんですよ、ある程度は。まあ教室業の場合には個性っていうものが出しやすいので揃ってこない場合もあるんですけど、機能という点で言うとある程度揃ってきちゃってるんですよ。情報も手に入れやすくなってますしね。そうすると、買う人は何を比較して買うかっていうと、まあ、単純にその先生が好きか嫌いかとか その先生の思想は自分と似てるかどうか、好感持てるか共感持てるかということで判断されちゃうケースも多いんですよ。だから何ができるかっていうより、誰に習うかっていう観点で選ばれるケースが最近多くなってるんですね。という時に、例えば私ね、まあ、パンだったんでパンの例で言いますけれども、初級アンパンが習えますとかね、上級フランスパンが習えますっていう、これっていうのは習えることの事実は事実なんだけれども、その先生の考え方とか個性とか特徴は全然わかんないじゃないですか。だから例えば、そのどういう思いでね、教室を開講しているのかとか、どういう思いでそのレッスンを構築してるのかとか、そういう背景とかまで語ってくれると、こうぐっとその内容に色彩というか色がついてくるので、あ、この先生のこの講座習ってみたいな、ワクワクみたいな、そういう感覚になっていくんですよ。で、そこが全部端折られててなくて、例えばね、初級アンパン、なんだろう、中級食パン、上級フランスパンとか、そうなってると、単なるアンパンで食パンでフランスパンなだけなんですよね。だけど、そこに仮にね、じゃあ自分の思いが乗ってくるとしますよね。まあ、これを全部伝えるかどうか別として、分かりやすいから例でお伝えするんですけど、じゃあ例えばフランスパンっていうね、項目があったとして、そのストーリーが仮にあったとしたら、じゃあ例えばフランスの、私がね、パンを作りたいと思った一番最初のきっかけはフランスパンでしたって。で、本場のフランスパン、バゲットですね、これをちゃんと理解した上で自分のパンを作りたいと思って、パリに留学1年間して、その食べ歩き、フランスパンね、売ってるお店、街のね、中を食べ歩き1年で100軒回って、で、そして頼み込んで、ブランジェリーの方で3ヶ月働かせてもらって、そこで学んだ知識を使ってフランスの粉とフランスの塩も持ち帰ってきて、まあ日本でも手に入るものかもしれないですけどね、それで、最高、自分にとってですよ、自分にとってその最高である一本のフランスパンができたので、そのレシピを伝える講座がこの上級講座のフランスパンですとか言われたらですね、単なるフランスパンって言われるより、全然なんか、1年間も留学して100軒以上のパン屋さんから回って、3ヶ月そこの、ね、シェフから習った、その秘伝のレシピで作ったフランスパン習ってみたいかもとか、そんな風になるんですよ。全部がそういうストーリーがあるかどうかは別としてですよ。なので、思いを語るってそういうことなんですね。自分自身がなぜこの場を提供したいと思ってるかっていうこととかね。で、これが具体的である方が分かりやすいです。皆さんの笑顔のためにとか、家族の幸せとか、健康のためにとか、
ね、このすっごい広い言葉で書かれちゃうと刺さらないんですよ、ピンポイントで。なぜならばみんなが使ってるから、新鮮味がなくて、意味の拡大解釈のイメージが広すぎて想像できないんです。だから心に留まらない、心に残らない言葉は心に残らないので、結果その人の個性になっていかないっていうことです。なので、だいたい綺麗なのに、そもそも写真とか構成とかデザイン綺麗なのに集客できない、売れてないっていうページは大抵この3つ欠けてるか、どれか1個欠けてるかが多かったりします。はい。なので、ご自身の現状のホームページとかをチェックするっていう意味でも、内容をね、見てっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい。そうしましたらまとめに入りたいと思います。綺麗なのに売れないホームページが抱えている3つの改善点は、1つ目、文章が分かりにくい。なので分かりやすい言葉で伝わるように書いていきましょう。2つ目、見る人の感情への配慮が少ない。感情の配慮は売り込み色を減らしていきましょう。3つ目、自分の思いを語っていない。自分が教室を開いている熱い思いがあるはずなので、それをきちんと語っていくっていうことが必要になってくると思いますので、この3つ、改善点として、ご検討いただければと思います。それでは。